それではあの、模擬講義ということで、えっと、山下が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いします。皆さん、どうですか兄弟来て。で、あの、まあ、初めて来られた方は、まあ、ヒロさんに驚かれたかもしれません。まあ、特に今、暑いから、<laughs> 本当に大変だと思いますけど、ぜひですね、あの、や、 あのまあ、役割だけじゃなくて兄弟の方もいろいろ学んでいっていただいたらなというふうに思ってます。で今日の模擬の講義なんですけれども、えー、とこちらの方に、えー タイトルを示させていただきましたが、えー、薬の体内動態とその制御ということで、えー、とお話をさせていただきますで、まあ、薬学部の中にはいろんな分野があるんですけれども私はこういったあの薬物の薬のですね体内動態に関すること等をやってますので、まあ、それに関連したあの講義をまあ皆さん向けにさせていただきたいなというふうに思ってますどうぞよろしくお願いしますでまずなんですけど、えー、と薬って何っていうことに関してごめんなさい どんなイメージを持ってますか。症状を抑える。症状を抑える。なるほど。えっと、まあ、病、病態の、の、まあ、病気のある患者さんがいらっしゃって、まあ、その患者さん自身の、まあ、なんか、患っているぞ。それを、まあ、緩和するためのもの、ということで、まあ、薬っていうのが考えられるということかと思います。で、まあ、これ、ちょっと難しい。 もう別に皆さんに難しいことを言うつもりはあんまないんですけども一応ちゃんとした定義を言うとかないとまずいなと思いましたので、えっと、法律でどう書かれてるかということを示させていただきましたで医薬品っていうのは、まあ、日本薬局もこの辺は細かいこと抜きますがそこの青字で書いてあるところを見てください、えっと、疾病の診断治療または予防に使用するということこれはあの先ほどあの説あの回答いただいてもらったのは疾病の治療と。 という点で、えっと、答えてもらったと思うんですけども、実際にはその,その前の診断ですよね。あるいは、えっと、そもそも病気になる前の予防、それを目的としたものに使用されているということです。それから、あとですね、まあ、体の構造、または機能に対してですね、影響を及ぼすものということです。これはまあ人、動物両方ありますけども、えー、ということですね。だからそういう意味で言うと、一番最後の定義に関して言えば、 えと薬はもちろんそうなんですけども毒も同じようなものっていうことになります。だからまあ薬と毒っていうのはまあえと一歩間違えばえどっちもどっちというようなあのことになるかというふうに思いますがまあ薬っていうのはこういうものであるということを頭に置いておいてくださいということです。じゃあちょっと皆さんちょっとスマートフォン持ちですか大丈夫ですかちょっとあの出ししてていいただいて皆さんに少し質問 させてもらって、回答して、それを受けて解説みたいなことをできたらしたいなというふうに思ってますので、えっと、ご協力ください。いいですかえっと、ちょっとここのあの QR コードをですね、多分読めるかと思うんで、ぜひ、えこれを読み込んでいただいて、えっと、URL にアクセスをえっとしていただきたいんですけれども、で、質問は、 あなたがですね、皆さんがその薬に最も期待するものっていうのは次のうちどれですかということでの質問ということになります。えー、効果が高い、まあ、安全である、服用しやすい、長く効く、えー、値段が安い5つの選択肢があるんですけども、えっ、ー、と、これについて回答をお願いします。まあ、皆さんいろいろか普段感じていることはあると思うんですけども、それについてお聞きしたいなと思います。 よろしいですかえー、っと、そしたら、ちょっと皆さんの回答を集計したものを見たいと思いますが、はい。こんな感じです。もっとおるよね。<laughs> いいか。<laughs> まあ、あの、用意できてない人もいるかと思いますので、まあ、とりあえず答えていただいた方、もう,もう一遍ぐらい更新だけしときます。あ、ちょっと増えましたね。<laughs> えっと、いうことです。えー、っと、効果が高い、安全である、服用しやすい、長く効く、値段が安い。まあ、3、4五は少ないですけれども、 ま、効果が高い安全がである。この辺、どこを答えましたこれ聞いてもいいはい。2番。番。安全である。薬学志望。あ、なるほど。あの、ま、なんとも言えないですけど、薬、薬学の人間っていうのは、あの、もちろん効果を、よ、だけではなくって、やはり安全性っていうと、ころの観点をやっぱり持っているので、えっと、そういう意味で、 この二つが多く皆さん答えるところだというふうには思うんですけれども、え、三、四、五のあたり少ないですよね。まあ、私の研究はどちらかというと下の方に関係するところでもあるので、ぜひそのあたりについて、えっと、答え、えっと、説明をこれからしていきたいなと思うんですけれども、じゃあ次に、えっと、このお薬。 1> 1錠の値段を聞きえっ、ー、と C 型肝炎のお薬で2015年ですねにあのたん、えー、登場した、まあ、画期的なお薬なんですけれども内容は、えー、と12週間1日1錠正しく服用し,です、ね、してればこの C 型肝炎のウイルスを完全に除去できるというお薬です。 えとこの1畳のお値段はいくらかということについて皆さんに答えていただきたいと思います先ほどの,あの回答サイトでもう一遍自分で思ったものをあの多分一回戻ってクリックしてもらえればいいんだと思うんですがえー、お願いできますか大体どれくらい何個ぐらい飲まなあかんかイメージできるよね <laughs> 12週間1日1畳です だいいいたえー、っと皆さんの回答ははい一番が一番強気やね <laughs> えっと一番が一番多くて、えー、っと5万5万五千円そこから234、まあ、ぐらいが多くて45そんな安くないやろうというようなことですよねえー、っと、まあ、正解はですけども皆さんあの一番大多数のところが正解です えっと、一畳、えっ、ー、と、5万4千円です。で、まあ、なんか7日間で12週飲んだら450万円かかるというようなお薬なんですね。でも考えてみてください。薬の開発にどんだけかかるかっていうと、まあ、1千億とかかかるものもあります。まあ、300億とか、そんなものもあるんですけども、という額がかかるんですね。これでも、実際考えてみたらわかると思うんです。C 型肝炎です。 これ完全に治ったらウイルスなくなるんですよね。もう患者さんいなくなります。ですか。そしたらもうそれ以上売れなくなるっていうこともありますよね。まあ、そういう意味も含めて考えれば、えっと、これは当然リーズナブルっていうことになるわけです。で、こういう薬価というのは実はあの国の厚生労働省がまあ定めてまして、まあその、え算定に基づいて皆さんは支払っているということです。じゃあこれ皆さんこれ、 薬飲むかと思った時にこれ450万かかったら飲めないよねっていう話になるかもしれませんけど実は日本には高額医療給付制度というのがあって大体普通の一般家庭で言えば1日に1人、まあ、8万円ぐらいですねを上限そこまで払えばあの全ての医療を受けることができます。 保険適用されてればね。だからこれは保険適用されているので、あの安心して薬が飲めるというのはまあ日本のその解保険のいいところということになるわけです。いいですか。ま,あ、またあの興味ある人はそのあたりを勉強していただければと思います。それから、じゃあ値段だけのことを言えばむちゃくちゃ高いものもありますっていうことで一応言うとくと、えっと蛍光薬でも1カプセルですね。えっと、えー、ニンラートカプセルであれば、えっと12万円。1 カプセルとかありますし、中射薬に至ってはですね、スピンラザーっていうのは一瓶ですけど、一瓶それを打つんですが、えっと、900万円かかります。こんな薬あるんですね。で、えっ、ー、と、これ、あの、拡散医薬っていうことで、えー、まあ、DNA とか RNA とか知ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、そういったものを基本とするあの、薬なんですが、こんだけかかるんです。で、で,でも実際に、 これ自身は、えー、と患者さんでいうとそんなに数多くないの数百人というような規模なので非常に希少疾患でそういうのはにわっておられる方向けの薬ということで、まあ、当然、えー、とその患者さんにとって非常にもうれこれがなかったら、えー、治らないあるいは、えー、と疾病に苦しむということになるわけですけどもこういったものが出てきたおかげで。えーと 救われているというような、あの、ことです。で、然でも開発費がかかっているので、当然、こんだけ高くなっちゃうというようなことですね。それから、あと、ま、オフジーボっていうのに関しては、皆さん、あの、ご存知ですね。えっ、ー、と、本、えー、本所タスク先生が、あの、見つけられて、え、開発されたものっていうことですけれども、こういう人々、癌薬、癌の治療薬ですが、えっ、ー、と、17万円ということです。で、でも、こっちはですね、えっ、ー、と、ま、いたい一月あたりに、 1,500もうちょっと2,000弱ぐらいですかねの患者さんが初めてこの薬処方されてるんですね。だからそれを考えればすごい数。 えー、この薬は売れていますし、えっ、ー、と、当然これに対して医療費がかかっていると。で、まあ3割負担であれば当然その7割は国が負担しているということで、やはりこれに関して医療費が圧迫されるというのは当然あり得るかと思います。スピンラーザよりもきついということになるわけですね。それから、えっ、ー、と、この3月に、えっ、ー、と、認められたお薬でキムリアっていうお薬があるんですけども、薬と言ったらいいのかどうかわかんないんですが、えっ、ー、と、破血病のお薬でして、えっ、ー、と、一患者当たり、えー、3000万。 という,ようなものが出ましたでこのこれは薬というよりは細胞治療なんです、えー、白血球患者さんから取ってきてそれにえっとです、ね、遺伝子導入をしてがんへのがん細胞への指向性を持たせるんですね。でそ,ういその上でこの,、えー、この T 細胞というのはがん、えっと、細胞とかを攻撃する免疫細胞の一つなんですけれどもその細胞に がんへの指向性を持ったものを導入、受容体を導入してあげると。そうすると、この T 細胞ががんに結合して、がんを殺すというようなものということになります。まあ、非常に画期的なお薬で、まあ、こんなものがあると。で、アメリカでは、これは、あの、成功報酬になっているらしくて、えっと、要するに、これで薬し、治療失敗したら、薬薬薬会社お金いりません、返しますっていうふうな仕組みになっているそうなんですけども、日本は、 同じ価格で全部支払うというようなあの形です。ただ、先ほども言いましたけど、これ保険適用なので、皆さんは安心してこれを場合によっては使うことができるということになるわけです。ということで、お金のことばかり言って <laughs> 申し訳なかったですが、値段っていうのも大変だというところをまあ皆さんに分かってもらいたいなというふうに思ったという次第です。えっと、じゃあですね、実際に、えー、 まあ薬に求められる要件ということを考えた時にはいろんなものがあるわけですね。活性が高い、安全である、まあ、効果持続、うんぬんかんぬんというふうにあるわけ。これも先ほど皆さんにアンケートを取ったとおりです。で、やっぱこういったものをそれぞれに対して、えっと、やっぱ研究分野というのがあって、 えー、まあ、薬学部には、例えば、えっ、ー、と、医薬品科学、医薬理学というところでは、当然新しいものを作って、それを評価しっていうようなことをやってるところもありますし、安全性を評価するような分野っていうのも当然あります。それから、あと、まあ効果を、えー、制御するという意味で、長時間持続とか、あるいは、えー、まあ 個人差があれば、それをなくすような工夫をどうすればいいのかとかいったことを考えたり、まあそれぞれの分野っていうのがあって、まあそういったものが一体となることで、初めて薬っていうのができてくるというようなことだということを皆さんにぜひ理解していただければと思います。